ルフ RGT は、ドイツの自動車メーカー、ルフオートモービルが、ポルシェ997型911をベースに製作した自動車である。専用カムシャフト、旧配気システム、エッキが与えられ、ベースマシンから、数段パワーアップした 445PS、7600rpm、420nm、5100rpm を発揮し、 最高速度時速 315km、0時速 100km4.2 秒、0時速 200km13.5 秒。内外装も手を加えられ、専用フルエアロ、ロールケージ、インパネ、ステアリングが装備されている。足回りは上昇したパワーに対応するため強化され、フロントブレーキは6ピストンキャリパー、ファイ 35mm ベンチレーテッドディスク。 リアブレーキは6ピストンキャリパー、ファイ 330mm ベンチレーテッドディスク。なお、2010年には、ルフ独自の V 型8気筒4.5リットルエンジンを搭載した RGT-8 を発表した。ルフといえば、ターボチューンのイメージがあるが、本車両はルフ中で、唯一無二のナチューン車である。ゲームでは、アーケードレーシングゲーム。 ワンガンミッドナイトマキシマムチューンにも3までのゲンバラーバランシェと入れ違いになる形で4から同社の CTR 等糸口に出ている。ありがとうございます。